はい、皆さんこんにちは。みなです。中です。エイキブログです。私たちは新潟県にいます。急に雨が降ってきました。というわけで今山道を登って、河原の湯っていう秘境の温泉に向かってます。15分ぐらい山道を歩いて、山の中にある露天風呂で、しかも混浴です。晴れてるもん。もうでもここはまだ晴れてないよ。安心安心。心配心配。安心安心。心配心配。アホなカップルだよ。本当に。妙高山麓だね。燕温泉の河原の湯ですね。そう。はい。ゴルフ場もあるじゃん。こんな雨降ってんのにゴルフやってる人いたよ今。嘘。ほら。ほら。本当だ。すごいね。晴れましたね。よかった。やっぱり晴れ男の俺が運転してるから晴れましたね。うん、違うよ。タカが雨男だから、そもそも雨が降ってきたよ。何を人のせいにしてるの。そういうことだよ。俺は晴れ男だよ。違うよ。関温泉に到着しました。関温泉スキー場かな、もしかしたら。ほらリフトある。スキー場だ。冷た風。寒い寒い。寒いね。やっぱ山上がってくると寒いわ。着いたよ、タカ。日帰りのお客様はこちら。うん、ということで、ここからはハイキングになります。ここにマップがあるけど、ここが現在地。どこに行くか。河原の湯、ここ。あ、こっちか。か。水が流れてる。しかも霧が出ていて、今なんか神秘的な雰囲気になってる。あ、すごい。この温泉街すごい雰囲気いいね。ああ人も少なくて、ああしながらの静かな感じで。雨降ってきた、やばい。こっちだよ。あっちか。もう道間違えましたね。徒歩約12分って書いてあるよ。うわ見て、うわめっちゃ温泉の匂いする。ああ神奈山大滝渓谷1909m。 これ熊出たらマジでやばいよ。マジで私走るよ。いや俺も走るけど、俺の方が絶対足速いからね。これ車じゃ行けないけど、バイクだったらいけるね。あれみたい、バリ島のめっちゃやばい道。そうそうそう。世界一周してる時、こういう道バイクで普通に2人乗りで行ってたもんね。行ってた、ね、これよりもっとひどい。うわすごい。おすすめひどい。これ見えるかな、下。下に川が流れてて、落ちたら死ぬじゃん、これ普通に。そうだよ。だからもうタカがもういらないなと思ったら、ここでピュー、あーなんか事故がありましたみたいな。やばいやつか。分かんない、いいな。この女はやばいやつだよ。やばい、さっきまで晴れてたのに。晴れてなかった。いつ晴れたの。また霧、めっちゃ霧出てきた。もう見えないもん、向こう。そっちが渓谷になってて、川が下に流れてるんだけど全く見えない。晴れてたらもっと怖いけど、すごい、すごい。ギリギリ見えるけど、横に川を見ながらどんどん歩いていきます。あ、橋が見えてきた。うわ、めっちゃ硫黄の匂いする。めっちゃ雰囲気が、あ、人がいる。あ、変わらない湯、あと5分。すごい道じゃん。さっきよりかなり道幅が狭くなりました。下はぐちゃぐちゃ。こんにちは。こんにちは。危ないね、これ滑ったら怪我するよ。もうめっちゃ細いよ道。あ、あった、河原の湯。あ、こんにちは。行きましょう行きましょう。多分その小屋で着替えて入る感じかな。うわすごい、めっちゃめちゃいい雰囲気。うわすごっ、最高じゃん。これはすごくない。入りましょうか。ああ
入ります。超気持ちいい。早くして、雨が降ってきたよ。結構雨が降ってきたよ。やばい雨が降ってきた。めちゃめちゃ雨だよ。あー、おーおーおー、うわー気持ちいい。あー湯加減ちょうどいいでしょ。あはは、最高最高だね、本当に。あの雨がなければ雨がなければより最高雨なので避難してきました。ちなみにレナはまだ入ってます。大丈夫ですか？大丈夫だよ。やばいよ。もう普通に土砂降りだよ。大雨。やばいやばい、やめて。カメラを気をつけて。カメラ入れて。カメラ壊れるわ。もうびしょびしょ。あの水の中にいたからびしょびしょだよ。大丈夫。よし。入りましょう。はい。うわ、めっちゃ滑る。スルスルや。スルスルマンだ、こう、スルスルマン。怖っ。本当にゆっくり行きましょう。別に、あの、20分、30分かかっても大丈夫。ここの道細いから怖いよ。そう。こっから上がろう。でも、落ちたら再生回数伸びるかもしれないよ。やだ。どうするレナ、再生回数のために。うん、着いたね。ここからはもう安全だね。そうだ、広くなるし。霧が良くなったよ。景色が見えてきた。すごいとこだね、マジで。息見れなかったけど、霧が消えたからめっちゃ良かった。綺麗に見える。しかもあっちにもね、滝みたいに流れてる。雨が嘘だったのように。やんだね温泉街に戻ってきましたよ。でも雨の中でも本当に楽しかったよ。まあ、どうせ温泉入ったら濡れるからね。そう、本当におすすめです。ただ雨降るとね、帰り道とか滑るから。うん、雨降った日は皆さん気をつけて歩いてください。そうだね、転んで落ちたら命なくなるのではい、この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。